吉高、お疲れ様。今、引っ越し業者さん帰っていったよ。これからちょっとずつ、荷ほどきするからね。モノミありがとう。こんな時に、急遽休日出勤命じられるとか、マジでごめん。引っ越し、マナミ一人に任せちゃった埋め合わせはするから。大丈夫よ。引っ越しの荷造りとかは全部終わってたし、そんなに大変じゃなかったから。なるべく早く帰れるように頑張るから、間違えて前の家に帰らないようにね。ちゃんと新しい方に迷わず帰ってくるのよ。わかってるよ。元実家なんだから迷わず近道使って帰るよ。でも、本当に大きな家よね。新築買おうって貯金もしてたのに、本当に良かったのか？俺が相続した実家に住むなんて。何言ってるのよ。ただで家を手に入れたようなものだし、貯金でフルリノベーションするんでしょ？私は全然構わないよ。前住んでた家より駅に近いし、通勤時間だってちょっと短くなるし、古い家だから早めにフルイノベーションしてくれる業者探して計画立てような。楽しみにしてるわ。それじゃあそろそろ仕事戻るよ。サクッと片付けてサクッと帰るから。あ、吉田君、実はちょっと話したいことがあって。どうした？帰ってくる前に話した方がいいと思うから LINE でっちゃうね。家にね、私のお父さんとお母さんとお兄ちゃん家族がいるのよ。引っ越しの手伝いで来てくれたんだよな。俺置いたいから晩ご飯ご一緒しましょうって伝えてくれ。まあ大丈夫、これからずっと晩ご飯一緒だから。ん？これからずっと？だからうちの家族も引っ越してきたのよ。どこに？うちに。どこのうちに？私たちが引っ越してきたうちに。え？待って、ごめん、どういうこと？そんな話してたっけ？ほら、新しいお家すごく広いじゃない？私一人で管理できるかなって。お母さんに話したら、私たちが一緒に住んで家事手伝ってあげるって言ってくれて、それ聞いてたお兄ちゃんのお嫁さんが、じゃあ私もって。ごめん、ますますわかんない。それってつまり同居ってこと？俺が親から相続した実家で、俺たち二人で住むマイホームで。だってお庭の手入れとかお掃除だって大変そうだし、主婦の先輩二人がいた方が楽しいし楽かなって。なんでその話今日の今日まで言わなかったんだ？反対すると思ったから。なんで反対すると思ったことを実行したんだ？だってお母さんたちと住みたかったし、お母さんたちも引っ越す気満々だったし、でもこれで家事する人が増えたわけだし、私も出産だけどパートで働いてるから、やっぱり家のことできる人って多ければ多いほどいいと思うの。家事だったら俺とマナミでやってきたじゃないか。そうだけど、でも人は多くいた方が良くない？家も広いし部屋も余ってるし、そのまま物置にするよりお母さんたちに使ってもらった方がいいでしょ。だからって相談もなしに引っ越しなんて言いたくないけど、その土地も家も俺が相続したから、一言くらい相談すべきじゃないのか？同居ってそんな簡単じゃないんだぞ。広いだけで二世帯住宅ってわけでもないし、プライバシーとかお金の話だって出てくるわけだし。プライバシーって？私の家族よ。それにお金の話なら私たち貯金もあるし、お父さんたちだってお金がなくはないし、こっちにお小遣いたかってきたりとかそういうのはないわよ。家賃は？光熱費は？水道代は？生活費は？どう分けていくんだ？え、それは家主が払うものでしょ？ちょっと本当に仕事戻らないといけないから、また帰ってからちゃんと話し合おう。お父さんたちも交えて。それじゃあ荷ほどきだけ進めたくね。あ、部屋には適当に荷物運んじゃうから、帰ってくるとき連絡よろしく。まなみ、ちょっといいか？どうしたの？同居の件解消しようと思うんだけど。え、なんで？ちゃんと引っ越しの日に話し合ったじゃん。話し合った内容が一切守られてないから、同居解消したいんだ。そんなことないでしょ？家賃、光熱費、水道代として月4万ずつって約束は？初月から約束破られてるんだけど。お父さんもお兄ちゃんも忘れてるだけだよ。だから毎日のように払ってくださいって言ってるよね。明日明日ってのらりくらり買わされてるだけじゃないか。相手も忙しいんだって。忙しい？お父さんは近くの囲碁カフェ通ってるの知ってるぞ。お兄さんは朝早くからパチンコ行ってるだろ。プロの囲碁棋士とパチプロ目指してるの。なれるか。それから家事もマナミのお母さんとお兄さんのお嫁さんで分担するって話だったよな。毎日俺が帰っても飯もない。休みの日も遅く起きてきては3人で優雅に紅茶飲みながらおしゃべりしてるだけじゃないか。情報交換って言ってくれる？挙句の果てに甥っ子と姪っ子が家の中走り回って、親父が大事にしてた骨董品割ったり、親父たちの位牌倒したりやりたい放題。子供は元気がないとね。
ていうか、もう亡くなった人の大事にしてたものとか売っちゃった方が良くない？私たちは興味ないし。気づいたら家中の障子がビリビリだし、庭の桜の木も傷だらけだったんだけど。まあほら、今流行ってるアニメあるじゃない？この前たまたまお買い物に行ったら、そのアニメの主人公が持ってる刀が売られててね。それをプレゼントしたから喜んで遊んでるのよ、毎日。鬼退治だって木を相手にしてね。動かない相手を痛めつける方が鬼だと思うけど。それにどうせ、フルリノベするんだし、いいじゃない、ちょっとくらい。こんなこと言いたくなかったけど、あの家は俺の親から相続した大事な家なんだよ。土地だって建物だって俺の名義だし、好き勝手されるために相続して引っ越したんじゃない。何よ、別にいいじゃん。ケチケチしないの。ケチケチってわけじゃなくて、約束を守られてないのに同居なんか無理だって言ってるんだ。なんか引っ越してから変わったね、吉高。引っ越す前は私の家族にも優しかったのに。変わったのはまなみだろ。パートを辞めたの知ってるからな。だって家が手に入ったし、働く理由なくない？俺一人で8人分の生活費とか稼げると思ってるのか。家はタダで相続したけど、維持費ってのがあるんだぞ。固定資産税だってあるし、そのためにも破格の4万円を請求してるのに、それも払わない。8人分の食費を俺が負担っておかしくないか。あのさ、相続したのは吉高よね。だったら家にかかるお金を払うのは当然じゃない？それに、吉高の元実家だとしても、今は吉高が継いだよね。夫のものは嫁のものでしょ？半分は私にも権利があるんだから自由にさせてよ。何言ってるんだ？そんなに同居が嫌なら、この家と土地を現金換算して半分はもらって離婚するからね。財産分与ってのがあるの知ってるんだから。あんまり文句ばっかり言ってると、離婚届もらってきて突きつけちゃうんだから。離婚って、そんな短絡的な。こっちは6人味方がいるのよ。7対1になりたい？もっと住みにくくなるわよ。自分の立場が分かったらもう何も言わずに、私たちの好きにさせてよね。分かった。吉高、フルリノベまだかかりそう？あれから吉高も単身赴任とかで全然帰ってこないし。まあマンスリーマンションちょっと狭いけど、快適っちゃ快適だからいいんだけどね。でも3週間前に帰ってきて急にフルリノベするから、マンスリーに移動してくれって言われた時はびっくりしちゃった。マナミ、お父さんたちは？相変わらずよ。で、どこまでフルリノベ進んでるの？みんなワクワクして待ってるわよ。両親のためにシアタールームに、兄夫婦のためにバーベキューができるテラス。家なら売ったよ。え、なんですって？だから家は土地と一緒に売ったよ。半月前にちょうど売れた。待って、フルリノベは？私のティータイムのためのサンルームは？そんなのしないよ。売ったって何？私何の相談もなく？相談もなしてそっちの家族招集してなし崩しに同居を始めたから、そういう作法なのかと思ったよ。ていうか、あなたの元実家でしょ？売ったらお父さんたち悲しむわよ。あのまま好き勝手家を荒らされて、俺が必死に働いて貯めた金を食いつぶされるのを止めるためなら親父たちも喜んでくれるよ、きっと。いくらだったの？行き近だし、古いって言っても結構いい値段だったんじゃないの？夫婦の財産は妻の私にも半分権利があるんだから、あの家だって半分は私のものよ。緑髪の呼吸一の方、離婚。え、離婚？マナミが脅して書いて突きつけてきた離婚届提出しといたよ。いつ？マンスリーマンションにマナミたちを案内したその足で。嘘でしょ？吉高どこにいるの？マナミとはもう他人なんだから教えるわけないだろ。じゃあ会社に行くわよ。転勤した。会社には離婚したって報告してるし、他人であるお前に教えるわけないだろ。個人情報。じゃあせめてお金をよこしなさいよ。家売ったお金の半分とリノベのために貯めてたお金の半分。親から相続したものは財産分与の対象にはならないし、貯金だったらお前たちがしっかり食いつぶしてくれたのと、そのマンスリーの2ヶ月分契約ですっからかんだよ。嘘よ、貯金はたくさんあったじゃない。無節操に使ってたから残高なんか気にしてなかったんだろ。それにそのマンスリー、そっちのご家族に気に入ってもらうために結構高いところを契約したしさ。待って、さっき2ヶ月って言った？ああ、だからあと1ヶ月で出ていかなきゃいけないから引っ越しの準備しといた方がいいぞ。それからマンスリーも荷物入れてる倉庫もお父さん名義で借りてるから、こっちが先払いした分以外にかかる費用はそっちで払ってくれ。ちょっと待ってよ、こんなの騙し討ちじゃない？ひどいわ。
先に騙し討ちみたいなことしたのはそっちだろ。あ、そうそう、貯金に関してだけど、確かにたくさん溜まってたからちゃんと財産分与して、お前の分からマンスリーとか倉庫の費用を支払ったから安心してくれ。何を安心しろって言うのよ。それってつまり吉高は半分お金をしっかりもらってるってこと？家を売る時の修繕費用とかもあったし、ほとんどスズメの涙だったけどな。でもこれで悪縁が切れるなら安いもんだよ。相続した土地と家売って結構まとまったお金になったし。ねえ吉高、私たち愛し合った夫婦でしょ。子供だってまだだったのよ。もう一度やり直しましょう。今度は二人っきりで、そうよ、マンションとか買って。子供がいなくて心底良かったと思ってるよ。もうマナミへの愛情も冷め切ったし、俺は俺でこのまとまった金を元手に新しい生活を楽しむから、そっちもそっちでどうぞお幸せに。嘘でしょ、本気？このままさよならなの？こんなのってないわ。でも離婚届を先に書いて渡してきたのもマナミだし、俺に黙って俺の家を好き勝手したのもマナミだろ。俺は正当な権利を行使して俺のものを守っただけだよ。夫のものは嫁のものだっけ？それじゃあ嫁のしたことを夫が仕返ししてもいいよな。ま、もう夫婦じゃないんだけど。本当にごめん、家族は追い出すから。だからもう一度私にチャンスをください。ねえ、お願いよ、吉高。じゃあマナミ、今までありがとう。そんな最後みたいなこと言わないで。ねえ、無視しないでよ。嘘だって言ってよ、吉高。 LINE の呼吸1の方ブロック。それ以降は関わることすら嫌だったので、また一致した話ですが、経済的に全て俺におんぶい抱っこのつもりだった義家族は全員揃いも揃って仕事を辞めていたらしく、今は職探しと住居探しに必死だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。